はい、お願いします。じゃあ私の方からバイオサンプルメタデータ自動アノテーションの道ということでお話しさせていただきます。まずまずこのアノテーション参加するつもりなかったんですけども、金貝さんから依頼されまして、バイオサンプルのメタアノテーションをするのでどうしてもお話ししてほしいということで引き受けました。で、同期としてはバイオサンプルのアノテーションって聞くと多分私が日本で5本の指に入ってるだろうと、で他にやってる人があまり聞いたことがないっていうところです。で、ちょっと後ろに書いてますけども、もし録画今日されるんだったらちょっと正直な気持ちは言えないという感じです。後で編集してちょっとうまく編集できるようにはい編集点作ります。はい、で早速なんですけど、ちょっと5本の指に入ってなかったかもっていうところから話が始まるんですけども、で今回私が何をやったかって言ったら、メタゲノムのサンプルデータをバイオサンプルのデータをかき集めてアノテーションしたっていう話なんですけど、全体的に見ると1200万件ぐらいあって、でまあそこから見ると15%ぐらいのデータしか今見てなかったなっていうことを一昨日ぐらいに気がつきました。なんであんまりプロフェッショナルではないのかなと思いながらも、メタゲノムのアノテーションした時に気づいたことだとか苦労点とかをちょっと話をしていきたいなと思います。で、メタゲノムサンプルってどこから数字取ってきたのかって言ったら、 NGPN タクソノミっていうデータベースにメタゲノムズっていうちょっと微妙なタクソノミじゃないだろうっていうようなものがありまして、でそのページを見るとバイオサンプルが180万件弱ありますよと書いてあるので、この数字のものを取ってきました。で、2、3ヶ月ぐらい前に最初のものを取ってきたので、その時160万件ぐらいで結構すごいスピードでデータが増えていってるところです。で、先ほど福田さんからもありましたけども、バイオサンプルメタデータっていうのが、いろいろ書かれてて、ここにアトリビュートというここで囲んだものが、ユーザーが自由記述できるさまざまなメタデータが詰まってきています。でこれを使って私の方はメタゲノムのアプリケーションを作りたいっていう動機がでアノテーションしなきゃいけない。で何がやりたいかっていうと、さっきのアトリビュートのデータを使ってですね、サンプルの検索の切り口を増やしたい。で、ホストの生物種名とか年齢とかで検索をしたいよと。で、例えば数値データとかだったら、温度とか pH とか、で、きれいなデータを使って、サンプルをキュッとフィルタリングするような機能をつけたいっていうのがモチベーションです。あともう一つは、解析データ、先生から来る解析データと合わせて、メタデータと合わせることで、そこに相関があるのか、例えば温度が高い環境では高熱菌がの割合が多いのかとか、この高熱菌どうなの、どこら辺に住んでるのとかっていうことを、解析データとメタデータを合わせて見て相関を調べたいっていうようなモチベーションでやってます。で、数値データのメタデータのイメージ、これ実際にはないサンプルなんですけども、大体こんな感じで来てます。でまずテンパラチャーと pH とかドメインがよく分からない、緯度経度で深さがあって、それぞれちょっと数値データとして取り込むにはちょっと一工夫があって、例えばテンパラチャーだったらなぜか単位がついてるだとか、あと緯度経度とかだったら単位がついてる上に、これ ISO フォーマットっていうのがあるんですけども、緯度と経度で ISO フォーマットで書かれています。で、デプスエンドってくるとデプスじゃないのかな、デプスなのかなっていうところでよくわからない。で、アトリビュートの意味がいまいちわからない。で、2つ目の例を見てみると、もう一つ別の例なんですけど、今度またテンパラという別の単位がついてますよと。で、コレクションデートに関しては日付が、月の名前が略称でついてます。で、先ほどのものは緯度経度が別についてたんですけど、別の項目分かれてたんですけど、次は一緒に書かれてで、今回は、IS フォーマットじゃなくて INSDC が提唱しているフォーマットで書かれてました。で、デプスエンド先ほど気になってましたけども、デプススタートっていうのを書いてて、でデプス多分サンプル取ってきた時に引き上げた時のこれ、マリンメタゲノムのデータなんですけども、
どっからどこの振動までをドレッジしたかとかそういうのが書いてあって、でこの散布のディプスはじゃあ何メートルでしょうって言われた時にちょっと困ってしまうよっていうようなデータです。で、これらをキュレーションしてアプリケーションなんとか検索したいなということで、ただこのアノテーションにかける時間はほとんど取れなくてですね、キュレーション API 用意しますよと言われたんですけども、まあ出てこないだろうなと思ったんで、自分で作りました。で、とても160万件ぐらいサンプルなんで、手では、目では見られない。で、最終的に無敵の正規表現で、とりあえず何とかするしかないっていう状況になりました。で、すべてのメタデータは見てられないので、対象項目をアプリケーションでどれが重要ですかっていうことを先生にお伺いして、重点項目をピックアップしていただいた上で、そのキュレーションしていくっていう作業をしていきました。で、まずバイオサンプルのデータの取得、ここはあまり重要じゃないので、さっと説明しますけど、eUtilities っていう API でダウンロードができます。で、タクソノミ ID を引数にして、eUtilities の API を叩いて、タクソノミ ID、これがメタゲノムスっていうものを選択すると、その下位の階層に、下の階層にあるすべてのメタゲノム関連のサンプルが取ってこれます。で、まず一覧を取ってきて、でこれが160万行ぐらい取れるわけです。で、それをその一件一件を XM でダウンロードしてくるっていうような処理を書いてます。で、一件一件、API 叩くと160万回叩いてしまうんで、1000機ずつぐらいまとめて取ってくるようにしています。で、いつも引っかかるんですけども、ここの、バイオサンプルの時、取ってくるときに ID として数字だけの ID とアクセション ID って言って SUMD とか SUMN とかってかけて取ってこれるように見えるんですけども、 SUM、NCBI のアクセション番号しか受け付けてなくて、ここに SUMD とか入れると空っぽのデータが返ってくるんで、そこだけ気をつけないといけないです。で、取ってきたJSON 形式が用意されてないので XML をまず JSON に変換します。で、この JSON の、スキーマは特に決まってないので自分たちで決めた任意のスキーマで、変換しています。で、アトリビュートは属性は、キーバリューキーバリューで、書けるのでこういうようなフォーマットにしています。テンパラチャーネームがテンパラチャーでバリューが50で、ネームが ph で、バリューが50っていうようなものをリスト化して、JSON 化しています。で、データが取れたので、今度それをアノテーションしていきます。で、まず引っかかってしまったのが、アトリビュート名がすごい自由すぎるというところがあります。で、数してみたいですけど、16,678 種類のアトリビュートが検出されました。メタゲノムデータだけでです。で、NCBI と DDB じゃ規定している、こういうアトリビュートで書いてくださいねっていうのが、せいぜい500ぐらいしかないのに、すごい数で、あと全部は自由に書いてきているアトリビュート名です。で、やばいなと思って、なんでこんなことになってるんだろう、ちょっと調べてみて。まず一つにはアトリビュート名の表記揺れがあります。で、同じ意味だが表記揺れがありますよということで、アイソレーションソースっていうのが、これが規定の属性名、メタゲノムなんでどっから取ってきたか、どっから取ってきたサンプルかっていうのを書いてくださいよみたいなことが書かれている属性名です。で、もちろん空白区切ります、もちろんハイフン区切ります、もちろんですけども大文字小文字もあります。で、ここ微妙なのがアイソレートっていうのがあるんですけども、アイソレートってまた別で規定されてて、多分アイソレーションソースとちょっと意味が違うものを書けとよくよく読むと書いてあるんですけども、メタゲノムの研究者多分登録する人たちは、アイソレートって言ったらアイソレートソースのことだろうって言って、アイソレートに書いてくる。で、でもメタゲノムのデータを取ってきたいもんだから、このアイソレートもアイソレートソースで書かれているものとして認識をしなきゃいけない。っていう状況です。もちろん、スペルミスもあります。で、なぜか文で書いてくる。ソースオブアイソレート。で、これを全部同じ意味だろうなと思って束ねていかなきゃいけない。で、
まあ、ここら辺はまだいい、おとなしい方のアトリビュートなんですけど、最低のものを見せてるんですけども、独自のアトリビュート名でいろんなことをつけてくるんですけど、ここ今アトリビュート名はこれですね。なぜか配列っていうのを書いてるというようなことをずらーっと書いてくるサンプルもあります。で、こんなことしてるとやっぱり1万3000件とかなってくるんで、で、ここら辺のこのサンプル登録した人はこの属性名意味があると思うんですよ。多分意味を持って書いてきてると思うんだけど、のである意味リッチな情報を書いてくれてるとは思うんですけども、こんなの見てたら人生が終わるので、もうさっさと切り捨てていくしかないというようなことでバッサリ切りました。で、まず表記入れの対策としては、一つは NCBI も対策取ってて、ハーモナライズネームっていうのとシノニムっていうのを、セットで、管理してて、まあ、これが正式名称ですよ、ただしこの名前で書いてあってもこれと同じ意味ですよっていうようなアトリビュートの名寄せシステムがあります。で、例えば演武ブロードスケールっていうので取ってきた環境を書く記述、大きな環境と大まかな環境、川にある石の藻で取ってきたバイオサンプルっていったらその川の方を書くっていうような大きな振りの環境を書くっていうようなものがあって、それが演武ブロードスケールっていう項目名なんですけども、そのシノニムとしてバイオームだとかブロードスケールエンバイロメンタルコンテンツとか演武バイオームとかいろいろこういう名前であっても意味はこれですよっていうことで名寄せをするようなシステムがあります。ただちょっとここを見ていただくと、あんまり大文字小文字だとかハイフンとかのあんまり表示の簡単な揺らぎとかは吸収してないんで、そこは自分でまた書いてハーモナライズネームに寄せるというような処理が必要になります。で、私たちがやったのはその JSON でキーバリューっていうところにハーモナライズネームを足すっていうようなことをやりました。で、ちなみに NCBI からダウンロードしてきた XML については初めからハーモナライズネームが当てられているので、それを使っても大丈夫です。ただちょっと揺らぎのところは弱いかなと思ってます。で、とにかくアトリビュート名が圧倒的に汚れてるということで、ちょっと確認用のページを作って、自分がやる分には理解が TSV とか使ってコマンドでやってしまうんですけど、人に見せるときにはこういうアトリビュート名がありますよっていうことで、ちょっと例えばちょっと古いデータなんですけども、アトリビュート名がジオロックネームだったらサンプルが61万4千件あって、プロジェクト数は5,621個でしたよっていうような一覧を作りました。で、後々これでアノテーションをしていきます。で、まずアトリビュートの項目名の名寄せが終わったので、次にアトリビュートの値のアノテーションをしていきました。で、まず目につくのがミッシング、先ほど福田さんからも説明があったんですけども、必須項目を空白で登録できないのでミッシングとかそれ相当の、文字列が入ってくることが多数あります。で、若干推奨される文字列があってミッシングとかノットアプリカブルとかあります。で、これどんぐらいあるのかなって調べてみたら、今回メタゲノムのサンプルで170万件ぐらいあったのを、アトリビュートの数は3400万属性あったんですけども、そのうちの730万件がこういうデータで、取り切れてないものもあるので約 2.5 割ぐらいが割と意味のないというデータです。まあ、書いてないから分からないから書いたっていうのも、情報としてはあるんですけども、アプリケーションにするときには結構邪魔になる量なので、これは完全にカットしました。で、カットするにもこれまた揺らいでてなぜなんだって思うんですけどもこんな感じの正規表現を書いて、で、なぜかミッシングコロンノットアプリケーションって書く人も結構いて、
なぜかここもすごい苦労して、まあ、苦労というか、まあ、ただの正規表現なんですけども、なんでこんなに揺らぐんだろうと思いながら、全部取れました。でもこれでもまだ取れてないものが結構あって、ノットシワだとか上げたらキリがなかったんですけど、まあ、大体大まかに取れました。で、邪魔なデータを取り除いたんで、今度は個別のアノテーション、今回アプリケーションに使いたい項目についてキュレーションをかけていくっていう作業をしていきます。今回やったこととしては、数値系のアトリビュート、温度とか pH、 その他いろいろあるんですけども、そこら辺のアノテーションで、ホスト生物種も絶対大事って言われたので、それもアノテーションしました。で、ホストの年齢、これも数値系なんですけど、ちょっと難しかったので別で説明します。で、最後にやりきれなかったんですけど、病名もアノテーションしたよということだったので、ホストの何の病気を持ってるサンプルなのかっていうこともアノテーションしたいということで、チャレンジしました。で、まず数値系のアトリビューションのアノテーション、一番簡単なのはテンパラチャーです。で、テンパラチャー、単位が摂氏の方でちゃんと固まってるっていうか、あんまりそこで歌詞を使う人たちいないらしいので、割と単位は無視してできました。で、まずサンプルの中でどこに温度情報を書かれているアトリビュートがあるのかなっていうことを探さないといけない。で、先ほど名寄せしたハーモナライズネームのテンプの方だけでは全然足りなくてですね、いろいろなテンプが含まれ、他にもいろいろな表現が含まれているっていうことで、まず探してきました。で、3400万件ある属性名の中でテンプが含まれているアトリビュートとサンプル名をピックアップしました。で、一番高いのがテンプってそのままのものが一番多くて、で、これはまあとりあえず温度が書いてあるだということで、温度のキュレーションを対象にします。で、その次にサンプストアテンプ、これも温度情報ではあるんですけれども、サンプルの保存のした温度なので、ここを普通のテンプと、混同してはいけない。だいたいディープフリージングしたかっていうようなことが書いてあるので、マイナス80度とかの値がきます。で、これをサンプルが取ってきた環境の温度と解釈してはいけないので、これは外します。で、テンパラチャーは多分十数年温度だろうということで対象で、アニュアルシーズンテンプはちょっと分かんないから外すっていう感じですね。で、ホストボディテンプも、もしホストのから取ってきたサンプルだったら、例えば体温とかいうような意味かもしれないんですけど、まあいいような気もするけども、よく分かんないから外すと。で、あんまり怪しいのは入れてなくて、とにかく間違いなくユーザーが取ってきた時のサンプルの温度を書きたいんだっていうようなことが明示的に分かるようなものだけピックアップしてます。で、テンプリグシートかって、単位がついてるものも結構多くあるので、そこら辺もピックアップして、これで温度に関してはこのアトリビュートを対象にキュレーションしていこうということを決めます。で、ちょっと見ていただきたいのが、そこで使うのが先ほどのペラッと作ったこれ HTML の1枚紙なんですけども、ここでテンプ、何にもしてないと全部のデータ出てくるんですけども、ここでテンプって絞るとテンパラチャーっぽいテンプが含まれている属性だけが百何十件か出てくるので、この中から、で、値がテンプっていうと大体こんな数字が含まれてますねっていうことを出して、トップ10ぐらいで出しているようなツールなので、まあ判断がしやすいよというようなものを作ってます。で、例えばテンプとか pH とか私にも分かるようなものだといいんですけども、ちょっとメタゲノムの専門的なことになってくると、そのアトリビュートネームがどういう意味を持っているのか私には判断がつかないので、その時は先生に聞いて、これは対象ですかとかいうことを聞かないといけないです。で、その時にこのツールを出して、値こんなの入ってますけど、この属性名対象ですか対象じゃないですかっていうことを聞きます。
で、対象のアトリビュートが決まったら今度値を見ながら単位表現が結構含まれているので、これも全部正規表現でごっそりと除去していきます。でテンパラちゃんに関して言うと、単位が抜けていった後のものが数字だったらそれは数値データとしてテンパラちゃんとして見て認めようというようなロジックにしています。で最後にそれで単位が除いた後に文字列の数値が残ったら OK かっていうとちょっとまた微妙で、数値が、定義した範囲であるかどうかのチェック入れないと結構とんでもないデータが入ってきて、あのテンパラチャー、センサーとか使ってると取れませんでしたよっていう意味の9999とか、あと pH60 とかなんかよく分かんないものが入ってきてるんで、これも先生にあの範囲を決めていただいて、ここからここはいいですよというようなものを提示していただいて、それに基づいてバリデーションをかけています。でそれで最後にそこまで通ったら初めて合格として、メタゲノムのこのアプリケーションではこれを温度として扱いますよというようなロジックにしています。でビフォーアフターとしてはアノテーションする前と後ですね、テンプで15、これ OC って書かれてるんですけども、それを取り除いてテンパラチャーの15度でしたよっていうようなことを書いて、単位はディグリーセルシウス、セルシウスですと。で、アサーションはオートにしましたよっていうことを JSON としてデータを持っていきます。で数値データとしては今回やったことと全く同じ処理を、テンパラチャーと同じような処理をしています。で対応できなかったこととしては、範囲データが来たときに中央値を取るのかどうなのかっていうところが決めきれなくて、それは無視しています。あとルームテンパラチャーって帰ってくる人たちも結構いて、室温だと思うんですけど25度にするかとかいう議論があったんですけど、まあよくわからない、これも無視です。結構データ多かったんですけどどうしようもないなと。でその次にホストセーブ種のアノテーションをしていきました。でホストセーブ種名の判定としては、アトリビュート名としてはホストタックス ID っていうのがあって、でホストっていうのもあります。これがタクソノミー ID を書くとこでセーブ種を書いてくださいと。でもう一つ取れるところがあって、メタゲノムだけなんですけど、メタゲノムの場合にはヒューマンガットメタゲノムって書いてあったらそれはヒューマンのデータだから、ああヒューマンがホストなんだなっていうことが分かるようになってます。でここもなぜか一筋なんではいかなくてコンフリクトすることが多々あります。まあ一つにはホスト名が、ヒューマンとか書いてあると、正式名じゃないのでタクソノミー ID と合ってないだとか、まあ、それはいいんですけども、例えば極端な例として人糞のをマウスに移植した時のホストタックスどれやねんっていう、結構普通に聞いててもよくわからない。で論文を見ていただいたんですけども、結局なんて言っていいかよくわからない。でまあいちいち見ていくわけにもいかないんで、そこはちょっと優先順位を決めていただいて、ホストタックス ID が決まってて、これが正しかったらそれを採用する。で、ホストが揺れていても、ホストタックス ID があったらこっちを優先。タックス ID が書かれてなくて、ホストだけがあったら、そっちをセーブ種と認めます。で、この2つがなければ、最後にヒューマンガットメタゲノムとかのヒューマンの方を拾いに行くと。で、ホストタックス ID があった場合のチェックは、データベースで実際にタクソノミー ID が実在する ID なのか変な ID が書かれてないのかっていうことをチェックしていきます。で、ホスト名しか記述がない場合には文字列からタックス ID を拾わなきゃいけないんですけども、それが、アントレダイレクトっていう、API とかで、これユーティリティか、あ、とにかく NCBI の API で一応例えば PIC とかピックで調べたらこの ID 何ですか、タクソノミー何ですかっていうことを聞けるので、それで取れます。ただ検索対象を細かく設定できないだとか、あと返ってきたものが、どういう名前のものなのかっていうことがわからない、あまり細かい検索ができないので、私たちはこれは使わずに、みんな大好きなスパークルを書いて検索してます。
RDIF 自体は DDBJ のオントロジーで公開されているので、これを使って、生物種を、今これだと豚を検索したくてピックピックって言ってるんですけども、入れるとその ID が返ってくるよと。これちょっと見ていただかなくてもいいんですけど、ここにスパークルを書いて、今ピックって検索したよって言ったらピックって返ってきます。でタクソノミー ID は9823でピックですよ。で名前のタイプ、シノニムにもいろんな名前のシノニムのタイプがあって、これはジェンバンクでいうコモンネームのことですよ。でサイエンティックネームは、何と読むか分からない、豚って書いてると思います。でランクはスピーシーズですよというようなことが返ってきますんで、このピックメタゲノムって書かれてたらタクソノミー ID を9823に当ててやるというような処理を行っています。で、生物質の検索するときって結構、まあ、ホストタクソノミー ID を検索する以外にもいろいろ用途があって、で気づいたんですけど、結構複数返ってくるケースがあるなと。でマウスとかって言ってもマスともう一つ、こっちがジーナスレベルでこっちがスピーシーレベルで返ってきて、でデータベース的には2つ返ってくるか、どっちを採用していいか分かんない。でバクテリアと微生物、あバクテリアって言っても2つ返ってきて、大体バクテリアって結構微生物と昆虫って何か知らんけど2つ返ってくることがあって、でそれって今何を検索したいかっていうことに依存してしまうんですけど、どっちを取るかって、例えば今ホストタクソノミー ID を検索するもんだから、欲しいのはホストのタクソノミー ID ですよ。多分真核だろうと思ったら昆虫の方を採用すべきだし、で例えばメタゲノムの解析データから出てきた生物種で検索をしたときに、バクテリアと昆虫をヒットしたら、それは昆虫ではなくてバクテリアの方だろうということなんで、これはどういうコンテキストで使うかってことによって、判断が違ってくるかなと思います。で2つ当たったものに関しては、そのデータはホストタクソノミー ID よく分かんなかったということでつけませんでした。ただ人とマウスだけは、例外で、マウスとか人とか結構多いんで、なんとかかんとか文字列でアノテーションして、マウス2とか結構番号が書いてあったりするんで、そこも文字列キュレーションしてタクソノミー ID を埋めました。で、生物種のアノテーションなんですけど、スペルミスって結構特に微生物の名前とか限定しないのかな、結構多いみたいなんですけど、ここでリッチな、ミススペリングとかのロジックを入れてしまうと、一文字違いとかの生物種が結構いるので、よく分かんないものに当たってしまうことがあるので、完全一致しか行いませんでした。人が目で見て判断していただけるんだったらそういうのもありかなと思うんですけども、今回はちょっとやめておきました。これがホスト生物種の、アノテーションです。でその次にホストの年齢のアノテーションなんですけど、これも数値データといえば数値データなんですけど、ちょっと難しくって、単位がどこに書いてるかよくわからない。でホスト生物種によって単位が全然違いますよ。まず、やったこととしては、まず単位がどれやねんということで、大体見てみるとデイ、ウィーク、マンス、イヤー、イヤー&マンスとかって書かれているものがほとんどなんですけども、メタゲノムデータなので、別にホストの年齢って聞いたらなんか人の年齢って思ってしまうんですけども、岩石の年齢とか書いてあると、地質だと、K だとか MA とか書いてあることがあって、ちょっと手に負えないなと。でアプリケーション的には人の腸内細菌とかの比較がしたいので、地質とか無視しました。で書いてある属性としても A 字、属性名だけでも A 字、単位として別で書いてある時と書いてない時があって、 A 字ユニット、 H ユニッツ、
ページ空白ユニットとか独自のアトリビュートを書いてきて、これ結構かなり多い数で書いてあって、定義されているアトリビュートでもないのにみんなこんな感じで書いてきます。でそうかと思えばアトリビュート名にエイジかっこいいやエイジコロンウィークスで、そうかと思えばアトリビュートのデータのとこに12歳ですよとか 3.5M とか書いてあって、これも全部揺らぎがあります。で全部ゴリゴリの正規表現で何とかしました。で単位が取れた時に、また数値データと一緒なんですけど、単位が取れた後で数字であるかのチェックを入れて、で最後にどうしても単位が書いてないものがあってよくわからない、そういうデータも結構あるんですけども、それちょっともったいないなと思いまして、で限定的にホストの生物種が人の場合の時だけで、かつエイジが0から100の整数であればイヤーとして勝手に判断しますよっていうことを入れました。これちょっとリスクではあるんですけど、落とせない数のデータがあったので、もしもうちょっと精度を上げようと思ったら、例えばサンプルのとこに幼児ですとかって書いてなければ当てるとか、そういうことを入れなきゃいけない。幼児のデータもよく取られているので、その時にサンプルタイトルとかに、0ヶ月から12ヶ月の人子どもたちの腸内細菌をやりましたって言った時のエイジ6っていうのは多分6年じゃなくて6マウスでも、それはちょっとそこまでは見れなかったという話です。で先ほどの中里さんのデータもちょっとここでは扱えないなと先ほど思って、単純な単位ではなかったので取りきれないなと思った次第です。で最後に、同じフラットに揃えたい年とかマンスとかあっても比べるときに扱えないので、それを全部デイズに変換しています。でさらに難しかったなと思うのは、同じサンプルのとこに複数のエイジが当たっていることが、エイジって2つ書いてあって、よく見たらなんでこんなこと書いてるんだろうと思ったら、同じサンプルなんだけどもお母さんとお子さんの赤ちゃんの年齢がそれぞれ入ってて、でよく見るとバギナルメタゲノムっていうことなんで、お母さんの賛同から取ったものだから、エイジとしてはお母さんの方を採用すべきだろうということまで分かるんですけど、さすがにこれは見てられないので、それも2つあるとドロップです。で EBI に多いんですが、数値を換算した値両方保持していることがあると、日付デイズで持っているものと同じものが年単位で、だから365で割ったのかな、割ったようなデータがあって両方ついてくることがある。それ先ほど福田さんからおっしゃってた EBI のなんかの多分キュレーションシステムがあって、絶対この人たちなんか機械的に属性達してるだろうっていうような動きが見れたので、その時には計算した値が一緒であればどっちかを採用っていうようなロジックを入れました。で先ほどからホストの年齢って言ってるんですけども、メタゲノムデータの場合にはホストエイジっていう属性もあるんですけども、エイジっていうのにも書かれていて、まあ、メタゲノムの場合のエイジって言ったらホスト生物種だろうと勝手に判断しの我々の方なんですけども、これが微生物ゲノムデータだとかだとエイジって言ったらまたちょっと違う意味が出てくるのかどうなのかわからないなと思います。で何が言いたいかというと、同じアトリビュート名なんだけども違う意味で使ってる、分野によって違う意味で使われることってあるんだなっていうことがちょっと悩ましいなと思いました。最後に病名のアノテーション、病名アノテーションってどうやって病名をデータクレンジングしていくのかってまずさっぱりわからなかったというところで、やってみようとしたことはまず全アトリビュートの値に対してオントロジーを当ててみる、藤原さんに聞いたらモンドとか HPO とかあるんじゃないって言われたので、3400万件のアトリビュートに対してオントロジーのテキストラベルとシノニムを当てて
どのぐらい書かれてるかってガチャンコしてで、私の理想としてはそうすると、ここはメタゲノムのサンプルしか集めてないから、 HPO の中からメタゲノムに関する病名だけがきれいに取れるんじゃないかと思ってたんですよ。で、実際やってみたんですけども、あんまりヒット率が良くなかったっていうか、私があんまり病名がよくわからない。で、先生に投げて、これ病名ですかみたいなことを聞かなきゃいけなかった。で、あんまりきれいに結果が出なかったんだけども、なぜヒット率が悪いのかっていうことはちょっと分かって、ユーザーが入力してくる病名とオントロジーのラベルとかにちょっと乖離があって、例えば、1型糖尿病だと思うんですけども、正式名がオントロジー的にはこう書かれてあるんですけども、ユーザーは最後まで書かない。どちらかというとこっちの値が多い。で、こういう時に部分マッチすればもちろん引っかかるんですけども、病名で部分マッチをすると結構ひどい結果が取られてくるので、部分マッチはやめようと。完全にここの文字列が書いてあるものにマッチさせようとすると、この値が抜け落ちてしまう。オントロジーのシノニムとかラベルとか増やしていけばもうちょっと精度上がるのかなと思いました。であと、病名の略語を書いてくる人たちが多いので、それも、略語アリーから足して検索してみたんですけども、CD とか IBD とかなんで、結構大量にヒットしてしまうと。で、あと、否定語が、の IBD とか、否定語をちゃんとしないと逆の意味になっちゃうんで、結構難しいなというところでした。アトリビュート名に病名とか書かれてて、TFG、ES のケースコントロールとか書かれてあっても、これも拾えない。で、ちょっと、文字列で単純なキュレーションできないなということで、別途アノテーション、ロジックを作って対応して、もうちょっとマシなキュレーションをできるようにしました。はい。こんなところです。で、まとめっていうことでもないんですけど、やってて思ったこと、自分が使いたいデータをクレンジングしていくときに、まずどの分野でアノテーションするにも、アトリビュート名の名寄せは絶対必要だなと思いました。で、温度と pH とか、移動経度とかっていうのは結構単純な、汎用性のあるアトリビュートについては、できれば API とかがあったらいいかなと思いました。単位とかの分離、フォーマットの統一とかは何回もやるような気がするので、誰かやってないかなと思ってます。で、ホストの生物質のメタゲノムについては、ここも力を入れましたけど、メタゲノムだけでホスト生物種名を確定しなきゃいけないという話なので、他の分野でいるのかどうかはよくわからないんですけども、生物種名からテキストタクソノミー ID を引くっていうことは結構たくさんあるので、もうちょっと簡単な API があったらなと思いました。で、エイジンに関しては、サンプル全体の情報から判定する必要があって、まあ難しかったなという印象です。全体的には、今回メタゲノムのサンプルに対してアノテーションしましたけど、どういうカテゴリーのサンプルか踏まえた上で、例えば先ほどのパッケージ名だったりとか、何のメタゲノムかっていうことが分かってさえいれば、もうちょっとコンテキストを把握して自動キュレーションの精度が上がるかなとは思っています。はい、で、最後に、なんかすごく苦労したんですけど、なんかいい方法ないですかということで示させていただきます。以上です。